ゴミ。というわけで次のコーナーは お絵かき対決で、お絵かきしりとり対決で負けた方は次の試合モノマネでやらなきゃいけないやつ。このコーナーはイラストチェーナー絵しりとりというアプリを使って対決をし、負けた方は次の対決、相手が指定したモノマネでいなければならないを飲みながらやります。ちょっと実験的な初のゲーム配信ですよ、これね。はい、ね、まあゲームが苦手な俺でもこれはできるかなということでね、うん、ちょっと実験です。実験です。あの飲み会があまりにも飲めなかったもんですからね。ちょっと別のこともやってみようかなという、ね、うん、いきますよ。やるぞ。始めましょう。はい、突然なんか収録のテンションになったって。やから始めて腕を終わる。なるほど。やですね。やですね。やです。シンプルのがいいよね。わかんないかな。これちょっとわかりづらいですかね。ああ、分かった。こんな、うんうん、こんな感じの。うんうん、じゃあ、いきますね。なるべくヒント出さないよね。よいしょね。はい。ちょっとつなげにくいかな。わかりやすいです。こうじゃねえかな。こうだな。ただな、もう、こういうあれ。書けば書くほどわけわかんねえ。まあまあ、たぶん読み取ってください。はい。下手だな俺。ほんと。はい、そんなわけないんだよね。つなげようがないけど、とりあえず、
ヒント出されてもな、ただ繋げらんないかもしれないねこれでも、ここまでは合ってんね一応。ねえ、わかるんだよ。だよね、だよね、どう繋げようかな。そうよね。あ、やばい、もう9秒しかないじゃん。なんかとりあえず、なんかとりあえず、うん、なんか無理やりにでもなんか、うん、ちょっと最後浮かばなかったマジで。いや、何を書いたかは分かったよ、うん、多分あれだよね、うん、結果発表やり、リス、スイカ、カラス、スルメ、メールを拾うこう負けも何もないな、うん、まあおそらく俺だねこれこれはね、スルメやもん、スルメは無理や無理やな俺、さすがにスリとかも考えたけど俺どうやって書いてるか分からなくてなんか、うん、まあでもリーとしても無理やね、なんかいや、リだったらいけたよ、いけたとか、あり、あじゃあ俺負けでいいっすわ、じゃあ俺負けでじゃあ何かでもお前さんまでは順調に来てるから俺負けだよ今回。マジっすか。じゃあ次もう1試合やりますけど、はい、次あの、ま、なんか俺が指定したやつをやんなきゃいけないっすけど、はい、そうっすねそうっすね、うん、じゃ あのずっと夢グループの社長でお願いします。あり